第3回オーディションはなんと音楽オーディション。バンドを結成しライブハウスでオーディションが行われることに。参加者同士が口説き合い、この場でバンドを結成することになった。そしていよいよバンドが発表される。皆さん、バンドは組めたでしょうか、はい、バンド組めましたか、ちゃんと、はい、じゃあ、決まったバンドの方から。じゃあ、はい、その組ごとに出てきてもらいます。あ、じゃあ、庄司さんの、はい、じゃあ出てきていただいて、はい、バンド名出てきてください。じゃあまずバンド名の発表をしましょうかね。そうですね、バンド名から、はい、バンド名はペペ一番です。ペペ一番さん、ペペ一番さんですね、はい。じゃあ仮のパートとかあれば端っこから、はい、はい、始まるベースだ、ベースベース、はい、僕のギターです。アギダー、ウクレレ兼ボーカル兼コーラスです。はい、カホン兼ボーカル兼コーラスです。はい、で僕ボーカルオンリーで、はい、なるほど。ギターはじゃあ弾かない。弾かない、わかりました。20分ですからね、コピーやってもよし、はい、踊ってもよし、踊ってもよし、何やってもいいですから。何やってもいいですよね、はい、オリジナル曲作ってもいいし。いいし。はい、これがじゃあペペ一番さんですね。ペペ一番。あ、今アーシャ撮影を、ね、アーシャ撮影しますから。じゃあちょっとアーシャかっこよく、アーシャ、はい、このアーシャはさっきのちょっとねポーズとか、ああいうのもカーダンさんからのああいうのもね、ご意見もありましたし。ペペ一番、いいですかね、はい、はい、です。じゃあお席に戻ってください。あ、でリーダー、リーダー誰？あ、小田さんです。じゃあ、はい、いいですか、リーダーになっちゃったらグループラインを作ってください、はい、それに僕を招待してください。はい、はい、じゃあ戻ってください、ね、すいません。じゃあバンド名を発表、はい、声で出していってください。せーの、なんちゃら診療所です。はい、なんちゃら診療所ということで、じゃあハートですね、はい、ハート。ドラムです。あ、ガッちゃんドラムです。ガッちゃんドラム、ドラム。リサピアノ、ボーカル、コーラスやります。はい、はい、朝日歌いまゆむめもです。アコースティックギターと歌とコーラスやります。はい、ポチミンです。楽器はまだ初心者なんですけど、ベースをおーやります。ベース、はい、ベース、はい、はい、銀ちゃんです。ギターかベースか、あ、もしくは他のという感じです。はい、はい、はい、これリーダーは？あ、私？はい、はい、部長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 です。いきます、はい、チーズ。なんちゃら診療所、あ、ピロ舌を出すのもね、忘れてなかったですね。ちょっと、どうなるかワクワクしますね。ね、ワクワクします。うん、楽しみです。続いてのバンド、はい、続いてのバンド、ガチンコバンドクラブ、オムニバス CD リリース決定。そして応援クラウドファンディングを開催。各バンドのオリジナル T シャツなど様々なリターンを用意。皆様のご支援お待ちしてます。ガチンコバンドクラブはまだまだ続く。はい、はい、あ、このなんか個性がこれすごいな、これは大丈夫か、これはすごいぞ、これ大丈夫か、ここせーの、汚れなきティッシュ。あ、もう汚れ切った人たちがそう言ってるんで笑っちゃいますけど。じゃあ、じゃあパートから、はい、はい、アラレオです。パフォーマーです。はい、パフォーマー、はい、通動機です。冒険担当です。はい、冒険パフォーマーです。ギターやら何やら担当です。あ、天音です。ギターボーカルです。おい、タワリコです。まだちょっとわからないです。ムチ、ムチ担当、ムチ担当です。なるほど、アーシャを取ります。アーシャ行きましょうか、アーシャ、アーシャタイム、うん、アーシャ大事よ。汚れなきティッシュ、リーダー誰？以上、はい、
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次、おー、ここもまたすごいな、これこれはすごいぞ。ここもちょっとある意味じゃあね、バンドやある意味ワクワクしますね、これもね。これどう着地するか楽しみですね、これみんな、ね、楽しみです。もう誰よりも僕楽しみですねどんなことになるのか。さあ、じゃあバンド名発表してください。せーの、ニューンバラファイターズです。何言ってるか分かんなかったですけど、ね、はいはい、ニャンバラファイターズ、ファイターズ、猫とバラとファイターズね。はい、はい、じゃあ、パートは小杉宗氏は太鼓ドラムでございます。はい、そして奈々ちゃんです。ボーカル担当です。お、はい。はい、マニリンです。ボーカル担当です。ボーカル担当、そして池原です。ベース弾きます。お、ベースを弾くという。リズム隊がいて、リズム隊がいたりというね。はいはいはい。ギターなし。なし、すごい。じゃあ、アーシャ行きましょうかね。アーシャ行きましょう。はい、リーダー、リーダー。リーダーだね。はい、行きます。チケット足りんのかな。はい、チーズ。ニャンバラファイターズ、はい、ありがとうございます。来れない、はいはい、ビデオ参加ですね。はい、じゃあお二人ユニット、これはユニットですね。それではじゃあバンド名を発表してください。せーの、エロス。はい、もう書き換えこの格好でエロスって書いてましたからね。はい、担当はどういう感じで。二人ともエロス、セクシー楽器で。セクシー楽器、血ならってことですか、それは。違いますね。はい、見てのお楽しみということで、じゃあアーシャの方で行きましょうかね。で、まあ、じゃあ動画10分にしましょう。10分動画を提出してください。うん、10分動画、はい、これですね、はい、プロジェクターで話しますので、はい、ビデオコンサート、ビデオコンサート、はい、行きます。はい、もう息ぴったりじゃん、もうこの2人何これ。エロス、じゃあこの2人はビデオコンサートでね、ビデオで参加しますので、じゃあビデオ仕上げておいてください。はい、では、ペペ一番、なんちゃら診療所、はい、汚れなきティッシュ、はい、ニャンバラファイターズ、はい、エロス、1,2,3、この5バンドでライブをやります。で、この日も審査員がいますからね。はい、審査員がいるんですね。で、この日の特別審査員を発表します。あ、発表しますか。はい、じゃあ発表してください。この日はですね、やっぱりいろんな現場を見て、うん、かつてでは成功者だった、かつては、かつてはですか、かつてはで、あ、まあ、今もね、まあ、いろいろテレビとかで、はい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 、南天関電ラーメン屋さんのね、川原社長が来てくれますので。なるほど、はい、よかったら出資するとかなんとか、あ、はい、言うかもしれないですね、はい、というのもありますので、ぜひね、皆さん、うん、踊り合ってね、バンド活動と交わってみてください、うん、ということで、ここでもまた新しいドラマが始まると思いますので、絶対にそのメンバーで来てください。はい、喧嘩しても何しても、何しても、はい、いきなり違う人入ってたら困っちゃうんですか、ね、困ります。あれ、あいつ違うぞとかって連絡取れなくなっても、うん、取ってください。取ってください、はい、行方不明にならないんで、それまで実家を押さえておいてください。はい、はい、ということで、そろそろね、ありがとうございました。はい、次回、第2回オーディション閉幕。しかし、予想だにしない衝撃の事態が待ち受けていた。あの、はい、のなんかインスタグラムは乗っ取られてるみたいですこの間に、はい、この間にですか、はいはい、この間にそんな、この間にそんなガチンコドキュメントがあったんですか、フォロワー数が、なんかすごい。